みんなおはこんばんにちはだ、おはこんばんにちはだ。洗濯機あと何時間ない、てかね、毎回3時間かかるんですよこれ。あちょ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 、最近なんかオープニングちょっと若干長くなってくる。いやそうそうそう、あ、ただいま、もうそれでございます。よしよしよし。よし、あれ、ちょ、待って。待って。待って。壊れたよ、これ、ほら。うわっ、あ、壊れた、これ。マジかよ。ちょ、待って。一回捨て。てってて、もう一個新しいのあったんで、これでやります。オッケー。あー、危ない。よし、この新しい三脚に。んー、ガッチャンコ。あれ。ガッチャンコ。電気がついてない。電気がついて。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで私毎日コンビニの気になる商品とか新商品を本音でねレビューしているんですけれども、今日はですね、なんかねコンビニに行くとめっちゃ陳列されてるんですよ。さらに売り出そうっていう感じがめちゃめちゃする商品をですね私見つけてしまったので、正確にはドズルさんからですね、あのこれ紹介してみたらどうですかみたいな感じで LINE いただいて、それがうん、こちらでございます。パンパンパンということで、ペヤング焼きそば、とんこつ醤油ペヤング焼きそばの豚骨醤油、まあいわゆる黒いペヤングでございます。まあどうですかね、豚骨醤油皆さん好きですか？僕はね結構家系ラーメンとか好きなんですよね。まあ一番大好きなラーメン屋さんは蒙古タンメン中本なんですけど、その次に最近ねちょっと行けてないんですけど、一蘭とかよく行ってたんですね昔は。でも最近は家系ラーメンが多いですね。なんかね蒙古タンメン中本ね並ぶんですよ。昼時とか行くと並ぶし、一蘭もなんかこう外国人のお客さんがすごい多いんですよね。なので最近はもう家系ラーメンに行くことがほぼほぼ多いかなって感じなんですけども、これ豚骨醤油大好きです僕本当に。体に悪いもんうめんだ体に悪いもんうめんだということでですね、こちら今回本音レビューしたいと思います。本音レビューのポイントはやっぱね、ペヤングソース焼きそばってもう王道なわけですよ。言うたらもう神様の食事、うーん、ちょっと違くねそれ違くね、愛されてやまない商品だと思いますので、このペヤングソース焼きそばに豚骨醤油っていうのがマッチングしてるかっていうのをね今日本音レビューしたいと思います。もうまずかったらまずいって言います。もうそれ批判ではなく自分の気持ちをちゃんと言うことがね重要だと思いますので、それでは皆様、ビニール好きの皆様、こちらオトフェチチャンネルでございます。いやーもうビニール好き大好き多いからな、ペヤングを振る音いきますよ。需要あんのかなこれ需要あんのそれではビニールファンの皆様、キヨキヨ視聴者さんはねビニールファン多いんでね今動画で使うわ単純に動画回ってなくていてってなったわビニールファンいるからな。あ、ちょ、ここからうるさうるさ、これは音フェチ、あどう、音フェチになってるかなそれではちょっと開けたいと思うんですが、あーこの香り、この香りはもういつものペヤングなんです。僕ね焼きそば界でマジでペヤングが最高だと思ってるんですよ。 UFO とかさあるけれどもペヤングが王様だと思ってるんですね僕が。同梱物はこれですね。これが多分豚骨醤油の味になるんだと思います。でいつもの火薬で、あとはいつも通りの麺です。それではお湯入れてきます。じゃあの、それでは行ってまいる。はい、ということで3分間待つんですけれども、ちょっとこれから恒例にしていきたいのが、3分間待つときキヨキヨの昔話をしようっていうね需要ないと思ったから飛ばしてください。もう飛ばしてください。もう飛ばし推奨なんならねこう言うとねなんかね飛ばされなかったりするんだよねということで僕の幼い時のお話しましょうか。僕ね実はガチ話なんですけど、中学1年の時、まあその食堂っていうものがいわゆるできたんですよね。まあできたっていうか小学校の時って食堂ないじゃないですか。あったらごめんなさい。ただ僕中学校に上がった時に初めて食堂っていうのがあったんですよね。言うたら僕小学校の時にお金すら持ってくことダメだったんですよ。もうお金持ってたら、あ、もうダメ、あ、もうアウトアウトみたいな感じで、中学になったらお小遣いをね使える、あの喜び、わかりませんか？中学高校最近ね卒業されたり、その進学された方わかると思うんですけど、なんかねお金を学校に持ってく楽しみっていうのがねあったんですよね。でそこで例えばカップラーメンとかも売ってるわけですよ。カップラーメンってスーパーで買うとさ90
98円とかさ、110円とかで売ってるわけですよ。ただ食堂はね、高くて、僕の高校は、中高共同の食堂だったんですけど、カップラーメンがね、130円するんですよね。ちょっとお高い。そのちょっとお高いのを、その放課後とかにみんなすするっていうのをね、すごいやってたんですけど、実は、僕ね、恥ずかしいと思うんですけど、中学1年の時、カップラーメンの作り方がわかんなかったの。これこれ初めて言う。マジで、え、火薬って何みたいな。そんな別になんかお金持ちのボンボンでいつもなんかフカヒレ食べてますみたいな。いや、俺別にフカヒレしか食べたことないけど、何ですかみたいなことはないんですよ。ただ、単純に文化として僕らカップ麺を食べるってことがあんまなくて、まあ言うたらその体に悪いみたいな感じで親に言われてて、あんま食べてなかったんですよ。食べてもインスタントラーメンって感じで、なんかそのカップラーメンも食べたことなくて、マジで惹かれたっていうね。当時の友達に、お前、いや、それ、後入れ、みたいな。だからよくさ、液体スープは後入れ、みたいなとかあるじゃないですか。今入れんな、みたいな感じで。ちょっとね、恥ずかしかったっていう話がありました。どうでもいいですね。さあ、それではちょっと3分ぐらい経ったと思うんで、行ってまいります。ただいまんまでございますか。いやー、冒険だった。冒険もお湯入れるって冒険だからね。それでは、なるべく匂いとかを嗅がないで来たんですよ。で、今も香るんですよ。あ、ちなみに飲食禁止なんで、ここ、飲食禁止なんで、皆さん、ちょっと、良い子は真似してみてくださいね。はい、お願いします。これ今、湯切りして、ソースをかけたんですよ。香りがね、ラーメン。インスタントラーメンって感じ。それ例えとして良くない。美味しさ伝わらないでしょ。ただ、醤油味のインスタントラーメンって感じなんですよ。ここガチで。多分、まあ、麺の香りも強いのかなって思うんですけど。それじゃあ、いただきたいと思います。ちょっと違うぞ。訴えたいんですけど、こう持つとさ、おい、ちょっと清木箸の使い方うんこかよって言われるんですけど、まあ、うんこなんですよ。な、前提うんこなんですけど、こうあると、こう、すくうじゃん。だからその、もうやめよう。この話やろ。この話やろ。じゃあ、ちょっといただきますよ。さあ、香り。なんかやっぱね、ラーメンな感じがするんですよ。豚骨ラーメンのインスタントラーメン。豚骨で醤油の方が近いかな。いただきます。うまい。結構ね、醤油感が強いですね。なんか、でもなんか、でも個人的には醤油感が強いかなって気がします。で、味なんですけど、めっちゃうまい。今ね、動画撮ってんのが、深夜の4時1分なんですよ。深夜ってか早朝、別にだから寝てない状態ですね、僕今。はい。だからうめえのかな。飯テロみたいになってるわけで、勝手に一人でいただきまーす。うまい。マジでうまい。染みる。本当に染みる。なんかね、もうペヤングじゃないですね。でも、麺がペヤングなんで、なんかペヤングの美味しさって、ソースが全てじゃない気がしてるんですよ。なんか、その麺の香りとか、麺の食べ応えっていうのもペヤングの良さだと思うんですけど、その良さに、醤油の香りがすごい強いソースがかかってるんですよ。でね、火薬なんですけど、火薬もこんな感じで、メンマみたいのが入ってるんですよね。メンマいただきます。食感が楽しいですね。このラーメンみたい。なんかその油そばって言ったらちょっと違うかもしれないですけど、ラーメンみたいな気がしますね。結構ね、濃厚すぎて、こう油ベトベトかなと思ったんですけど、そんなことなくて、すげえさらっと食べられる。まあだから逆にそれが、なんかちょっと期待外れだったよみたいになるかもしれませんね。醤油豚骨って言ってるんで、なんかこう家系ラーメン想像する方は、ちょっとね、物足りなさあるかもしれないですね。たださらっと食べられるんで僕は好きです。これね、焼きそばってよりもラーメンに近い。マジで。でもそうするとね、ラーメン食えよみたいな。ラーメン食えよってなっちゃうかもしんないですけど、これね、ペヤングの香りとペヤングのブランドがあるから、より美味しくなってる気がしますね。でね、火薬もね、メンマ以外にもなんかこうチャーシューみたいなの入ってるさ、ハムみたいな。いただきます。これチャーシューですね、チャーシュー。なんだろうね、味はね、結構そのカップラーメンに近い。カップラーメンとか、インスタントラーメンの醤油味に近い気はしますね。うまっ！やばい、もうなんかもう、もうあと4口ぐらいで終わっちゃう、僕ね。最近一口がでかい。待って、これ卵入れたら絶対美味しいかもしれない。卵の黄身だけ。黄身だけ入れたら、油そばみたいになって美味しいかもしれない。うまっ！これは、卵入れたい。これね、本当に卵入れたい。卵とごま油かな。僕
ちょっと恥ずかしい話なんですけど、ごま油何にでも合う説っていうのを僕提唱してるんですよ。だからもうとりあえずごま油とニンニク入れときはとりあえずうまくなる説それあるんで、結構バカ舌かもしれないんですけど、それぐらい本当にねバカ舌じゃなくても合うんじゃないかなと思う。これ待って、僕今深夜で実はね寝る前に撮影してるんですよ。その寝る前ね、量食べられないかな、撮るのどうしようかな、明日のしようかなと思ったんですけど、動画撮るかっていう軽いノリで撮ったんですけど、めっちゃうまい。普通に食べられちゃう、スルスル食べられちゃうんですね。幸せ幸せ、僕って幸せ。はい、ということでこちら今回ペヤングの豚骨醤油味食べていきましたけど、ではね前の動画にも言ったんですけど、コンビニで美味しそうなものを買っちゃうんですよね。多分ね、無意識のうちに、あ、これ面白そうだな、動画にしようかなっていう段階に行くときに、無意識に美味しそうなのを選んじゃってる説、これちょっと良くない。皆さんが気になるものとか新商品を本音でレビューした方がいいと思うんで、ちょっとねあえて僕がいつも買わなさそうだなっていうやつもこれからね買っていこうかなと思っております。それでは本日のキオスター発表させていただきたいと思います。こちらの豚骨醤油ペヤング、本日のキオスター89個。あざすあざすあざす。ちょっとね最近言われてるんですよ、キヨキヨさん最近ねちょっとね評価甘くないですかって言われるんですけど、違う。うまいものを買いすぎてしまっている。そんな気がしますね。なんかちょっとねいろんなジャンルも攻めていこうかなと思いますね。はい、ということで明日も本音レビューの動画ありますんでね、ぜひともスマホでご覧の方はちょっと下に行っていただいて、チャンネル登録のボタンからチャンネル登録していただいて、横のベルマークのボタンから通知をオンに設定していただけますので、明日も動画見逃さずに見れるかなと思いますんで、ぜひとも皆さんそちらもやってみてください。まだチャンネル登録遊びでない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますと、私のモチベーションがあっきりと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしてます。そしてこちらおすすめ動画2個、昨日と一昨日のね動画と再生リストございますんで、まだ見てない方はぜひとも見てみてください。ということでご視聴